呂布さんがもし透明人間になる力を得たら最初に何をしますか？また欲しい能力とかありますか？透明人間か。まあ、むちゃくちゃ月並みですけど、申し訳ないけど、まあ、女湯行ったりとか、女子更衣室行ったりとかするかな。まあ、透明になるだけでさ、その物質としてさ、透明なだけだから、別にそれで透明になって女子更衣室入って女の人触ったりするわけじゃないけどね、もちろん。で、携帯持ってったら携帯ふわーって見てるからさ、そんなこともできないし、携帯持ってて写真撮ったりもしないけど、まあ、置物のように、その女風呂とかにいて、決して何にも触れずにこう、見て楽しむとは多分すると思うけど、それもね、次第に飽きると思うんだよね、なんか。ね、そういうエッチな雰囲気でもなく、明るいところで何の恥じらいもなく裸になってる女の人たちを、最初の1回、2回は興奮するだろうけど、だんだんもう別になんか、でっていう感じになってくると思うんで、まあね、申し訳ないですけど、最初何回かはそういうことさせてもらいますけど、次第にね、むしろこの透明を使って何ができるかっていう方に行くと思いますけど、これ最初に何をしますかっていう質問だから、最初にっていう意味ではそういうやっぱエッチな使い方をすると思いますね。